中音輸入法はパーソナルコンピュータなど電子機器への中国語入力方法の一つである。キーボード上に刻印された中音符号を入力しそれを漢字に変換する。輸入法は入力方法の意味。日本語入力システムにおけるかな入力とほぼ同様のものと考えて良い。主に台湾で使われ2011年に台湾で行われた オンライン調査によると71.3%の人が中音輸入法を最もよく使っていると答えた。一般的なキーボード中音配列。中華民国で初等教育を受けたものなら常識である中音符号を用いるため漢字の構成要素であるジネを用いる入力法と比較して習得が容易であり中音符号自体については学習の必要性。 事体ほとんどないと言っても良い。広く普及している中音キーボード配列は左から縦に中音符号順に並べている。この他にも複数の配列が使われている。中音輸入法はかつては単管時変換にしか対応していなかったため、同音維持、同音異義語の多い中国語においては非常に変換効率の悪い入力法であったが、 現在では日本語入力システムにおける連文節変換のように文脈を判断した上で複数の文字を一括変換可能なソフトウェアも登場しておりかつてと比較すれば変換効率はかなりの程度向上しているただしそのようなソフトウェアであっても総結輸入法サぞエビマイなどプロ向けの入力法に対しては入力速度の面で大きく見劣りする 漢字入力に関して4段のキーを必要とするため、タッチタイピングにはあまり向いていない。中音輸入法は、携帯電話端末での漢字入力法としても、非常に普及しており、タッチスクリーンによる手書き文字入力を備えた、スマートフォンなど特別なものを除き、中音輸入法に対応しない携帯電話は、まずない。2種の配列を例示する。横配列で、入力する場合は、 一を三回、七を一回、を三回押す。ポルスターポルスター橋、特戦場市長、七正常民使用中音輸入法。このような旧式の中音輸入法を、伝統中音輸入法もしくは省略して、伝統中音と呼ぶこともある。ありがとうございます。